今日も飽きるほどヌル様への連絡が届いているな。少々ヘキヘキする量だが、これも秘書である私の仕事。一つずつ確認していくとしよう。ドライからは PC の新調要望。書面に問題はないな。承認と。フィアからはジムの修理要望。自分で壊したのではないだろうな。要確認か。他の者からの連絡は、ヌル様と連絡が取れない。忙しいお方だからな。既読無視をやめさせてくれ。私だってどうにかしてほしいくらいだ。本当にあの方の補佐というのは気苦労が絶えないな。だが私も彼らと同じくヌル様に命を救われた身。帰る家があるのはあの方のお力あってのことだ。私が間に入って多少なりともことがうまく運ぶなら、少しの苦労が伴うのは致し方ない。組織の円滑な運営こそが、ヌル様への恩返しとなろう。ヌル様からのご連絡はまだだろうか。仕事を完遂し、ホテルの最上階に上がるまでは外で待機するようにという指示だったが、添付の才を持つあの方には及ばんが、組織の者たちも愚鈍ではない。目指す方向が違ってきていることには皆薄々気づいている。それでも彼らが付き従うのはヌル様への恩を重んじているからだ。当の救い手は人間の恩情を信用していないようだが、皮肉なものだな。ん？ようやく連絡が来たか。え？すでにホテルから離れて逃走中だと？はぁ、予想はしていたが、なぜ事後報告なのですか。退屈を紛らわすため、あえて危ない橋を渡ったというところか。やはり私の理解が及ばない方だ。少しでもサポートできるように立ち回るとしよう。